どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は現在ガチャに登場しているレーサーとトパーズのガチャ優先度について話をしていきたいと思います。この二人に関しては、現在活躍している超撃破編成や追加攻撃編成においてパーツとして重要なキャラとなっていますよね。ただ嬉しいことに、それぞれ代理になるキャラがいますので、引いても活躍が期待できるか気になる方が多いかと思います。ということで今回はこの2人を使用していて、どちらか1人を引くならどっちを選ぶべきかまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずレーサーのガチャを引くポイントから話していきたいと思います。レーサーに関しては超撃破編成強化や代打耐久枠として優秀というところです。レーサーに関しては性能的には超撃破に特化した内容となっているので、ホタル編成強化にはもってこいというところになります。その他にもレーサー自身の回復性能は高いので、飛翔や読みの耐久枠としても採用できるのがいいところとなります。そういった点から幅広く活躍ができるキャラとなっています。耐久枠が足りないっていう人にはおすすめなところになりますね。ではレーサーを引いた時に得になる所持状況についても話していきたいと思います。まず1つ目、すでに蛍、飛翔、読みを所持している状態の人です。レーサーを運用するなら蛍編成に入れるのが一番いいっていうところがあります。最適編成なんですよね。しかもギャラガーよりも火力と安定感を伸ばせるので、レーサーをおすすめなところとなります。また使っていて一番嬉しかったポイントとしては、虚構叙事の適性もレーサーのおかげで少しアップしたというところです。エンドコンテンツの活躍幅が広がるので、その点はかなりいいところかと思います。その他に衣装や弓の編成などもありますが、最適とは言いませんが代打として扱えるところがありますので、そういったところもいいところとなります。今の最強格のアタッカーを持っているならおすすめというところになりますね。続いて2つ目、耐久枠不足なら引いておいて損はないというところです。耐久枠に関してですが、編成には1人は欲しいという状況になります。耐久枠いないとどうしようもないところありますからね。特に限定耐久に関しては1人しか所持していない場合はレーサーはおすすめとなります。レーサー自身の性能は超撃破向きとなっていますが、その他の編成でも全然使えるものとなっています。なので穴埋めとしてどこにでも入れやすい性能なんで、そこが嬉しいところとなるんですよね。ただし本当の最適としては超撃破編成のみとなりますので、2番手扱いとして採用するのがいいと思います。レーサーに関してはそういった点から結構優秀な点が多いキャラとなっています。ガチャを引くのであれば耐久枠の優秀な枠として考えておくといいかと思います。続いてトパーズのガチャを引くポイントについて話していきたいと思います。トパーズに関しては追加攻撃編成において連携が優れたキャラとなります。トパーズは追加攻撃のアタッカーや耐久などが増えたことにより、その中継役として扱いやすいキャラとなりました。味方も自分も追加攻撃を起点として動かせるため、編成に追加攻撃持ちが多いほど活躍ができるようになっています。これはバージョンでキャラが追加されるごとにどんどん強化された部分になりますね。ただし自身はサブアタッカーという位置になりますので、サブアタッカーや機動係として重宝するキャラとなっています。そういった点では非常に優秀なキャラと言えますね。それではトパーズにおいて引き得になる所持状況について話をしていきたいと思います。まず1つ目、飛翔、霊翔といった強力な巡視キャラがいるならおすすめです。基本は追加攻撃持ちと組ませた方が力を発揮できるようになっています。そのためメインとなる飛翔や霊翔とは合わせたいところとなります。この2人とならある程度の連続攻撃が可能となりますので、火力を出しやすいってところがあります。また単体特化というところでトパーズの負債証明とも相性がいいところになりますね。その他にクラーラやウンリも相性がいいところとありますが、カウンター主軸となるため狙ったターゲットに当てれないことを考えると、デバフのコントロールが難しいというところがありますので、基本的には飛翔と霊翔で考えるといいかと思います。それかケイゲンもトパーズとは相性がいいキャラとなっていますので、ケイゲンも入れてみるといいかと思います。それでは続いて2つ目です。ロビン、アベンチュリン所持でもおすすめというところです。サポートと耐久枠としてこの2人をすでに所持しているようであれば、星4の追加攻撃とトパーズを合わせることでそれなりに火力を発揮できるようになっています。最悪飛翔や霊翔を持っていなくても追加攻撃がそれなりには揃った環境となってますので、サポート枠で判断するっていうのもありとなっています。ただ優先度としてはやはりアタッカーと合わせる方がいいかなっていうのがありますので、
飛翔か霊翔を優先する方がいいのかなっていうとこです。それでは続いて編成から見た2人の扱いやすさを見ていきたいと思います。まずはレイサについてです。レイサの編成としてはホタル超撃破編成と飛翔追加攻撃編成になります。まずホタルの方から見ていきたいと思いますが、以前はギャラガーがいましたよね。で、ギャラガーがいた時よりも多くの敵に対応ができるようになった編成となっています。そのため虚構叙事の適性が少し上がっているので、今の虚構叙事であれば満点クリアというのも可能となっていました。この点に関してはレーサーが入ったことによる恩恵といったところになりますね。続いて飛翔の方に関してですが、封印腕の追加攻撃により回復と攻撃のサポートが可能となっています。本来はアベンチュリンを入れるべきですが、追加攻撃回復という点ではアベンチュリンの代わりとして十分こなせるようになっています。ただし超撃破用の異物を装備していると火力が下がるってところがありますので、異物の調整が必要になるっていう手間はかかります。レーサーに関してはその他に読みであったりジェードの編成に入れるってことは可能だったりしますが、基本的にはこの2つで使うのがいいかと思います。続いてトパーズに関してです。トパーズの編成としては飛翔追加攻撃編成と霊翔追加攻撃編成です。まず飛翔の方に関してですが、トパーズの加入により全員に恩恵が出る構成となっています。飛翔だけでなくアベンチュリンとも連携が取れるのが嬉しいところっていうところですね。アベンチュリンのカウンターで株の行動順がアップしたりもするので、その点が相性がいい編成となっています。続いて霊翔に関してです。霊翔に関してはデバフ管理が必要となりますので、デバフを付与できるトパーズとは相性が良くなっています。また追加攻撃の連発で株の行動順を上げやすいっていうのもありますので、この編成もなかなか使い勝手のいい編成となっています。その他に霊翔の枠を軽減に変えたりすることによって雷の対応も可能となりますので、そういった使い方もありかなっていうところになります。基本的にはどちらとも似たような編成を使うってところになりますね。それでは2人の編成については話ができましたので、続いては替えのキャラについても話をしていきたいと思います。まあ、どういった替えの効果があるのかとか差別化的なところの話をしていきたいと思います。今回比較するキャラとしてはレーサーはギャラガー、トパーズは7日でいきたいと思います。それではレーサーからいきたいと思います。対象としてはギャラガーとなりますが、大きな違いとしては回復が単体になるということ、デバフ解除が2突以上必要、酩酊付与で攻撃で回復が可能というところです。このあたりはレーサーと比べると全体の回復であったりデバフの解除とか、このあたりに手間の部分が大きく違うところとなります。それではこの2人の差別化的なポイントですが、全体系の要素が差別化のポイントとなっています。ギャラガーに関しては必殺技の発動で全員に攻撃者の回復が可能となります。ですが必殺技の管理が必要になりますので結構手間がいるんですよね。またデバフに関しても2突する必要がありますので、結構このあたりもガチャを引く手間っていうものが出てきます。ちょっとした運要素っていうのが絡むんですよね。もちろんギャラガーについては強い星4キャラっていうのはあるんですが、意外と手間がかかるところがありますので、そういった手軽さの部分で差が出ているってところになります。レーサーの方が星5なので活躍できるのは当たり前というところですが、ギャラガーもギャラガーでそれなりに手間がかかるというところになります。では続いてトパーズの場合について見ていきたいと思います。この2人の違いというところですが、7日に関しては師匠のみ追加攻撃発動ができるようになります。また強化攻撃で割り込みもありますね。これは非常に強いところかと思います。あともう一つ魅力的なところとしては、師匠と同じ属性を弱点でつけるっていうところです。これは強い部分ですよね。ではこの2人に関してどういった差別化ポイントがあるのかっていうところですが、依存する味方の数が違うっていうところになります。まず7日に関してですが、追加攻撃の補助は師匠のみとなるため、師匠の攻撃頻度に依存するようになってるんですよね。この点は良し悪しがあるってところですね。ただ魅力としては弱点属性も合わせれるのが嬉しいポイントとなってます。これにより効率よく敵を倒すことができたりしますね。ただいいところばかりではなく、他のキャラとの連携が取りづらいっていうのがありますので、そういった点ではトパーズとの差別化ポイントとなってきます。トパーズの場合は追加攻撃依存ですが、7日はキャラに依存するってところですからね。依存先の違いによって差別化がされるっていうところになります。今回比較対象としてギャラガーと7日を例に挙げましたが、まあ星4というところでも十分強いキャラではあるんですよね。育成がちゃんと進んでるようであれば、この2人でも十分こなせるところはありますので、ガチャの判断としては性能から判断するのもありなのかなと思います。それでは最後です。
で、里トップアーツのガチャ優先度について話をしていきたいと思います。こちらに関しては個人の主観をもとに話していますので、参考程度としてください。まず一つ目、どちらかを優先的に選ぶのであればというとこですが、個人的にはレーサーを先に確保するのをおすすめします。レーサーに関しては編成の依存度が衝撃波以外でもあって活躍ができるキャラとなっています。その点だけを見てみるとトパーズに比べると使い道が多いキャラになるんですよね。ですがトパーズの場合は追加攻撃持ちのキャラのみが相性のいいキャラとなっていますので、活躍の機会を考えるとレーサーの方が先に確保しておきたいキャラになるのかなと言えます。替えが効くっていうところでは活躍の幅が広いっていうところになりますので、そういった点ではレーサーの方がいいのかなっていうところになります。じゃあ今回はレーサーが優先という話をしましたが、中にはトパーズを選ぶ要素としてっていうのを考える方もいるかと思います。ということでトパーズを選ぶ要素としてっていう話もしたいと思います。こちらに関しては耐久枠やサポートがすでに揃っている人ならおすすめっていうところになります。トパーズを優先する人に関しては耐久枠の所持状況次第っていうのが大きいですね。特にアベンジュリンやポポといったキャラをある程度揃っている場合、不満が少ない人かなと思います。この二人をすでに持ってるってことは、ある程度の編成で耐久枠に困るってことがなくなっていますので、レーサーの優先度が落ちてしまうんですよね。まあ、衝撃波もギャラガーが強いところがありますので、そこまで引くべきかっていうところも悩みどこかと思います。こういった所持状況の人に関しては、火力を伸ばす方が強化が見込める可能性がありますので、追加攻撃のパースとなるトパーズを優先してもいいかと思います。トパーズに関しては株がどんどん上がってきてるキャラではありますので、今後の活躍も期待できるのかなと思います。そういった点では揃っている人からするとトパーズの重要性っていうのも上がってきてるのではないかと思います。では最後、個人的に引くとなるとっていう話ですが、これに関してはやはりレーサーがおすすめかなと思いますね。まあ、ホースターに関しては耐久枠やサポートの方が長生きする傾向があります。やっぱ使ってるとより感じますが、ホホやルワンに関してはずっと使ってますからね。この二人が本当いい例かと思います。性能的に替えが難しいっていう部分があるからですね。こういったキャラほど使えることが多いので、レーサーはおすすめできるのかなっていうところになります。結構今までの豊穣キャラでもホホに次ぐいい性能ですからね。かといって追加攻撃でダメージを与えることができるので、なかなかいい性能かなと思います。まあ、そういった点から個人的にはレーサーがおすすめかなっていうとこです。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。